ちは。こんにちは。Gカップの吉和女優にお越しいただきました足立ゆりさんです。皆さんこんにちは、足立ゆりです。どうよろしくお願いします。かわいい。ねえ、しかもそれで G カップっていう、はい、え、 G カップ、すごい、緑の秋ですよね、しかし緑の秋ですね、豊作ですよ。豊作でしたね。ねえ、これはありがたい。ありがたいですね。じゃあ質問していきたいと思います。どんな学生時代を送ったんですか？うん、中学校の時は放送部にいて映像編集をしてました。編集？はい。そうなんです。今その暗いという言い方あれですけど、そのね、暗いというか、ごめんなさいね、あのディレクターの方がこういうこと悪いけど、なんか外に出ない感じで中に閉じこもってっていうインドアだ。すごい。どんな作品作ってたんですか？部活動の紹介だったりとか、学校にまつわるものをよく作ってました。すごい真面目じゃないですかね。ちゃんとした映像ってことですよね。でもなんかその機材とか使ってハッピーはしなかった。だとしたら急にびっくりするよね。はい、もうやるわけ全然ない。あの初体験が18歳だったので、18歳、遅いです。でもこんなに可愛いじゃないですか、ね、モテたはずなのにやらなかったんですか？全く学生生モテて来なかったので。いやだからあれじゃないですか、その結構好きなタイプがなんていうんですか、あのレベルが高い感じだったから、ダメダメダメっつって高嶺の花すぎてね。じゃなく、じゃなく、どっちかというとタイプは学校の先生みたいな、ちょっと年上の人が好きだったんで。あら、同級生だとあんまり違うんだね。はい、初体験のお相手の方は何歳くらいですか？10個上のバイト先の先輩でした。10個上だ。 28？ はい、28でした。バイト頑張ってる人だったんだ。なんで？28でバイト頑張った。そっか、惹かれたんだそれに。それは長くバイトしてて恋に落ちたの？いや、もう1ヶ月ぐらいの短期バイトでした、うん。1ヶ月で？なんでた短期で別に長期でも短期でもいいんだけど、短期バイトってその人ラッキーだよね。だってこんな可愛い子からさ。え、何のバイトですか？工場のバイトをしてました。工場のバイトにこんな可愛い子来る？言ってました。毎日こうせこせこやってました。人もそいつ得意げに来たでしょ。いやでも両方短期だから。私も短期。そっか、先輩じゃないですよ、バイトリーダーとかじゃない。そっか、同じペースでやってる、同じラインにベルトにで作業してたみたいなもんですよね。そうですね、してて、なんかめっちゃかっこいいと思って。あ、かっこいいんだ。足立さんからそうと思ったんだ。あ、基本自分からグイグイ行きます。うわ、ラッキー、いいバイトだな。こんな可愛い子にグイグイ来てもらえるバイト、すごい。急に恋に落ちるんですね。なんか一目惚れが結構多いです。素敵。すごい、その素敵だよね、だって。いいよね、羨ましい。もうアタックしたんでしょ。グイグイ行ってなんか最後はいい感じに。まんざらでもなかったわけでしょ、向こうに。だと思いたい。言葉ないし、なんか、いや俺今好きな人がいるからではないでしょ。え、もう俺のこと好きなのみたいな感じで。そうですね、あのお弁当とか作って持ってってました。めっちゃ可愛い。グー何？いや、グー関係ないでしょ別に。え、すごい。グー関係、まあまあ確かに気になるけど。どうした弁当ですよ、気になりません？何入れたの？何？ピーマンの肉詰め。あ、一番好きなやつだ。すごい、一番好きなやつだよ、ピーマンの肉詰めが入ってる弁当なんて。詰め詰めして、うん、ハンバーグよりもさらになんか手間暇がかかるというかね、味が濃いから飯のおかずになるんですよね。めっちゃ大変してくる。考えてるよ、しっかり。素敵。でその人もう投資で働いたでしょ、もう 朝晩って。あの、そうですね、朝から晩までの仕事だったんで、そうですね。あ、すごい、肉詰めピーマンパワーでね。デビュー前の経験人数は何人なんですか？6、7人ぐらいです。おお、その中で忘れられない人はいますか？ちょっと変な感じなんですけど、その時にホテル行った人が、そのエッチをする前に、心臓が痛いって言い出して、心筋梗塞になりました。え、
かと忘れられないですね。ちょっとね忘れられないですね。それはびっくりするよね。それとも興奮してドキドキしちゃったのかね。不整脈なのか分かんない。あ、不整脈はやばい。そのくらいなんか激しいプレイだったんですか。プレイ中に、いやもうプレイをする前に急にうって言われて、ちょっとごめんみたいな、薬取ってくれそこからみたいな薬取ってくれそこからみたいな言われて、あのめっちゃ焦りながら、そんな、そう、そんな、でその後どうすんの、エッチするの、薬飲んで。いやなんかもう怖すぎてここで死なれたらどうしようってなって、そうだよね、ホテルでたまにあるからね、そう、うん、なっちゃうから。しかも結構年上の方だったんで、うん、なんかね、それは太ってる方とかですか。あ、ちょっとぽっちゃりしてて、あの結構かっこいい方でした。ぽっちゃり好き。太っててかっこいいなんて言葉は合わない、ないよそんな言葉いや、いるんですよ。いないよ太っててかっこいいなんて。千代の富士とかじゃないですか。でもあれ太ってるんじゃないですよ、あの筋肉カレーだから。渡辺徹さんとかね、渡辺徹さんみたいな感じだと太っててもかっこいいになるのかな。確かに。のりさんはどうですか。逆にいいんですかこいつはいい仕事だこれやめれこの仕事やめれ、終わったらグイグイ行かせてもらう。ありがとうございます。バイトの人の気持ちが今わかりますもんね仕事に集中してなかったでしょうね、その人もね。え、その心臓やっちゃってる方は今も無事なんですかね。心臓やっちゃってる方って、生命がもう やっちゃってますよ ね心配。あ、え、もうたまたまこの間新宿で見かけました。はい、すごい。心臓押さえてた。あ、押さえてた、あのピンピンしてました。ピンピンしてたよかった。そんな偶然ってあるんだね。そうなんですよ、びっくりしちゃって、あ、生きてたって思ってやっぱそう思いますよね。生きてたって思ってやっぱそう思いますよね。そう思いました。よかったね、声かければよかったのに、せっかくだから。いやでもめっちゃ痩せてました。だからそれが病気、そこで病気が見つかってね糖尿病も多分合わさっちゃったとかかな。合併症か、合併症か、ね、うん、あれるよね。よかった、そのきっかけで痩せるきっかけになったかもしれないから、いいことをしたんだろうね。そう、でも自分結構病持ち、病気持ちの人好きになりやすくて。初めて聞いたよ、病気持ちが好きだって。え、なん、どういうところが魅力なの。わかんないですけど、たまたま好きになった人が結構なんか抱えてる人多いんで。だから母性をくすぐられるんじゃない。コホンコホンとかやってると背中をこう撫でたくなっちゃうというか、守ってあげたくなるんですかね。はあ、優しい子だ。可愛い。でもなんか私的持論なんですけど、うん、巨乳の子ってすごい母性出てません。そういうもんなの。え、違う、なんかそんな気がする。みんな優しい。巨乳の子包み込んでくれる優しさがある気がしますそういう目で考えてなかったけど、そうなんですかね。もう優しさが出てきちゃってるってこと、その胸に優しければ優しいほど、まあ、優しい、どっちかというと優しくは見えるかもしれない、うん、かもしれない。あ、そこですね。ここで、ここで、ここで、はあ、ちょっとそれ意識して生きてみますね、うん、そんなおっぱいが魅力な足立さんなんですけれども、いつぐらいから大きくなったの。中学校3年生の時にはもう F カップありました。13で F なんてすごくない。エッチすぎるよ、はい、やたら男子とか話し上げてこなかった。あ、筆箱変えたんだとか。筆箱変えたんだ、どうでもいいやつね。だから、あーみたいな、この消しゴム俺も買おうと思ったとか、そういうどうでもいいどうでもいい話してくるやついなかった。え、逆に高校の時に違うコースの男の子がやたら窓開けてたとかはあります。体操服だったんで、すごい目立つ体操服だったんで、見たくってこうやってめっちゃ見られてたよみたいな。あとみんないけないんだね、話しかけたりすることができないぐらいウブだったんだろうね男子も確かに勇気いりますもんね。でも確かに注目されて大変じゃなかったですか。え、でもなんか縄跳びとかする時がすごいしんどくて、うん、すごい揺れちゃって、あとなんかすごい男子の視線をめっちゃ感じたので。感じるよね、絶対感じるよ。だって女子でもさ、なんか嫌なやついなかった、また男子をたぶらかしてみたいなこと、ノリコみたいな、やめなよそういうのみたいなこと言えなかったです、言えなかったです。あ、そうなんだ、じゃあ平和でよかったね平和です。大体嫌なやついますからね言えない。あ、もうめっちゃ当時も女性から、女性とか同級生の女の子からすごい揉まれてました。うわー、羨ましい。それでちゃんと反応してあげるの。
反応そのいや僕もね結構揉まれるんですよ、ウィーとか言って男の子に えのりさんそういう時揉まれたらどんな感じ？だからその時の気分によってあーんとか言うし下手くそなんて言いながらね結構リアクションするのめんどくせえなと思うけど あるよね。えまた触ってんのみたいな感じですね。あそうなんだね。えちなみに感じることはあるんですか？たまにね、たまにうまい、たまにテクニック入れてくるやつがいるんですよ。なんかわかんないけど俺相手にもねなって思う時ありますけどね。お互い同じ苦労してると思わなかったらよかったです。うわ羨ましいです。だってさ G ってさどういうこと？そうっすよね。すごくない？え体験したい。えあよかったらいいんですか？いやいいんですか？ちょっと順番守ってください。ダメだね。なんでお前俺ダメだ。なんでおっさんか。なんだダメだ。じゃあのりさんを代表して私が触りますね。お願いします。お願いします。ね右手が取れたら渡すんだけどな。待って正しい触り方わかんない。教えてどうやってやるの？好きに失礼します。うわー柔らかい。うわー多分これね。待ってなんか何多分これ今世界一平和の動画ですよ。ツンツンもしたい。導いて導いて導いてほしい。もうちょっと教えてくださいよこっち側にも。どんな感じみたいの。伝えるね。はい。あーだーこれねすごい。何待って。なんつってんの。うわー全然違う。あのパニャン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 、あの例えるなら水風船の上でジャンピングしてるみたいな感じが。一番強いやつやな。ありがとうございます。すごい素敵な記念になりました。下からも一回いいですか？下からも一回ちょっとこう持ち上げていただく。いいんですか？エレベーターで。え大丈夫。嫌じゃない。のりさんが言ってる。すいません。大丈夫。全然いただいておかないと。じゃあちょっと失礼します。どうですか？どう？うわこれはなんか、うわ待って全然違う。同じものがついてると思えない。何例えるなら何ですか？これ例えるならばそうですね、人の頭ぐらいあります。そんなに？本当にこの同じくらい。いいですか？いやマジ同じですね。これの上にブドウをいっぱいつけたみたいな柔らかさ。なんかよくわかんない。素敵じゃならないよ。なんでならないの？足立さんなんと今月から YouTube を始められたんですよね。 おめでとうございます。 YouTube 始めさせていただきました、うん、みんな見てねえですよ ねどんな感じの内容の YouTube なんですか？同じ女優さんと差し飲みをするような YouTube をしようかなと思ってます。ちょっと酔っ払った足立さんが見れちゃうかな。お酒大好きなんで。あそう。そうなん。酔うとどんな感じになるんですか？酔うとどうなんですかね。今の5倍ぐらい喋り出してます。急に？あと急に下ネタすごい喋り出します。ありがたいね。それは楽しそうですね。登録する気はないですね。ちなみにやっぱ酔った方が好きが生まれたりするんですか？もう好きだらけです。逆宮本武蔵みたいな感じが。この後見に行きましょうね。行きます。